どうも、おにぎり定食です。今回は、えっ、ー、と、4月の16日ですかね、に行われる、えぇ、ー、サツキショーの、えー、まず第一回目の予想をしてみようかなと思いますので、よろしくお願いします。まだ、あのー、サツキショーのね、データって言われましても、まだ、馬も確定しておりません。あくまで出るだろうな、いわゆる登録された状態のもので、ちょっとまあ比較対象していこうかなと思ってます。 えっと、今のところ、まあ、フルゲート、まあ、になるとは思うんですけど、まあ、今のところ20頭立てですかね。まあ、あの、名前はね、あの、今、出てると思うんで、あの、抜粋はしますけれども、なかなかね、今回も、あの、混戦の予想ができますね。あの、荒れそうです。はい。で、予想もなかなか困難になると思います。まずね、あの、大花賞と比べて、いわゆるあの、 これは来るだろうっていう一頭がちょっと今現在の頭抜けてるのがいない状況ですただえっとまあ頭半分であればまあ抜けているのがフリームファクシーあとファントムシーフあとタスティエーラソウルオリエンスといったところでしょうかねこの4頭あたりがまあまあ,あの他の今登録されている馬よりも頭半分ぐらいはあの抜けているんじゃないかなと思います で、この頭半分抜けてるやつらで、なおかつ、まあ、とは、機種連帯率ね、まず見るとしたら、まあ、じゃやはり、あの、フリ、ごめんなさい、フリームファクシー。これ、今回、レーンさんっていう初めて乗るんですけども、まあ、木更木賞、前回、1位でぶっちぎって、まあ、あの連帯率も36.4%。まあ、これちょっと、インターネットで調べたら参考の、まあ、パーセンテージになるんですけども、それでもやっぱ、約4割近い率で買っていると。で、次に、ファントムシーフ。 これも共同通信派1位。まあ、共同通信派1800なんで、ちょっと若干前つばもんなんですけども。まあ、それでも1800走れることは、まあ2000も、だいたい走れるでしょう。はい。で、それ、機種はルメールさんで、約4割の連帯率と。で、次に出てくるのが、まあ、トップナイフ。えっ、ー、と、これもね、あの、最近僕の時はやってなかった、あの、弥生ディープインパクト記念みたいな、新山記念みたいなのがあるらしいんですね。これで、まあ、あの、2位取っていると。 で、あと、横山のりさんで、まあ、連帯率が26%。で、あと、タスティエーラ。あの、これも、やゆディープ賞1位で、ディープさん、ディープ記念1位で、まあ、連帯率は26%。悪くないですね。で、えっ、ー、と、ソウルオリエンス。これが、まあ、ちょっとね、期間空いてるんですけど、まあ、形成杯。1月の形成杯ですね。これに勝って、まあ、そこから、横山他県でも、 あのー、で、来るとで年代差25%と、まあ、今のところ、ここら辺が、まあ、本命筋なんじゃないかなという気がしますね。ただね、そのまあ、私も今、いろいろちょこちょこ見てるんですけども、あくまでまあ動画、YouTube でのね、あの動画を見る限りでは、ちょっとね、みんな、ロングルの背比べ、あのー、条件によってはみんな走るし、条件によっては負けてしまうだろうなというような、あのー、予感がします。 ということは、こうそういう馬たちになってくると、次にじゃあ,あ、目立ってくるのは先ほど言った連帯率の騎手さん。やはり連帯率イコール、運もあるけど、実力もあるということで、やはりあの連帯率イコールキッシュの、やっぱり、えっと、スコアだと思いますんで、はい。まあ、今回ですと、やはりその、レーンさん、あとはルメール、あとは横山典さんかな、あと横山竹の方ですね。 やはり20%超えしてるんで、やっぱここら辺がやはり主軸になってくるのかなと思います。その中でもやっぱりフリームファクシとファントムシーフがもう30%超えてますんで、やはりここ、この2強がまず僕としてはなってくるのかなと思います。で、まあ一応今 JRA で乗りに乗っている、あの、連帯率100%、100 5000 58.9%のカターさんですけども、乗り換えでタロンダッチダウ乗ってくると。 で、この馬ね、なんか、なんか、なんかインターネットを見てたら嘘が本当分かんないんですけど、もう、なんかあのー、お師匠さんっていうか、なんか、旧車の方の、あのー、恩返しや言うことでなんか乗り換えたらしいです。ちょっとごめんなさい。詳しく分かんない。もうガセかもしれませんけども。ただこの馬ね、いくら川瀬さんが乗ってもね、今まで1600までしか走ってないと。で、アサフューチャーの2位で、そっから走ってないんでね。ちょっとさすがに今回1位にはね、押せません。さすがに3位かなとに、食い込めるか食い込めないか。 下手したら掲示板に入るか入らんかのレベルかもしれませんね。はい。で、たけさんも、まあ、タッチウッドで、共同通信は2位で、まあ、逃げ先行馬を乗ってるんですけども、見た感じで、見た感じですけどもね、なんかね、そんなにパッとしないですよ、この馬。悪くないですよ。悪くはないけど、サツキ城を走る上で、じゃあ、過去の名馬たちのように光るものがある方ごめんなさい、今んところまだちょっと、ちらっと見えませんね。ちょっと物足りない印象になってきます。 それよりも、横山のりさんの、あの、トップナイフのが、私は来るんじゃないかなとは思います。このま強い、あの、先行で張って、もう、打ちしのけていく、そういうこと、ハーツくらいとか、名称、怒涛とか、そこら辺のね、あの、力強い気はしてるんですよ。たまたまちょっと、まあ、うまいこと言ってない、2位になってしまったっていう感じがしますんで、これも悪くないかなと。 で、まあ、タスティエラ。これは逆にそのトップナイフを抑えて1位になったと。まあ、松山さんが乗るらしいです。で、これがまあ年は、年ーセ26%。これも悪くはないのかなと。で、えっ、ー、と、ソウルオリエンスの方も、あのー、横山武さんで、まあ年は、年ーセ25%で、もう全然、極端な話で言ったら4回に一回は連帯するという人なので、十分チャンスはあると思うんです。ただ、形成杯1月から走ってない。叩いてないんですよ。ということは、馬の状況がいいのか悪いのか。 っていう話になってきますでソウルオリエンス自体はどっちかっていうと今回のね大花賞で勝ったあのリバティみたいなね走り方するんですけどもこの時のねなんていうんですかねうん相手って言ったらいいんですかねがやっぱしそこまでガチャついてないまあバランスですよね結構コース開いてたんですよだから結構走りやすそうな感じがしたので若干たまたまかなっていう気はします まあ、まだちょっとね、追い込み情報とかわかんないんですけども、足もだからそんなにめっちゃ速いわけじゃないですよ。普通、ええとまあ、この画面には出てると思うの、下の方に目標タイム約2分って書いてるんですけどね。やっぱこれを下回る、大きく下回れば下回るのは速いと。で、お尻に行けば行くほどまあ足が遅いって話なんですけども、2.0、2分2秒2なんで、そんなめっちゃ速いわけじゃないですよね。めっちゃ遅いわけでもないけど。 だから平均的な足なので、何とも言えないですよね。だからそんなに、まあネット上ではね、かなり人気が高いという話なんですが、私としてはちょっと怪しいなと思ってます。一、第一本命に抑えるのは難しいかなと。うん。ただ連帯はする、する可能性は12本にあるんで、まだまだちょっと目を離せませんけどね。で、ついにですね、私が、まあ今言った4頭5等が、あの、本命あたりになってくると思うんですけど、じゃあ対抗馬ですね。対抗馬として、じゃどれになってくるんかなっていうと、 まあ、面白いなと思うのは、まあ、先ほどのトップナイフ。これはもうちょっと、まあ、本命寄りに言ってますけどね。あとは <coughs>、ごめんなさい。意外と面白いなと思ったのは、実は私、ワンダイレクト押してます。というのも、まあ、弥生ディープインパクト杯、銀カップとカップかな。ごめんなさい。で、3位に入っているんですよ。これ、距離2000です。で、目標タイムも 2, 2分2して2分6。で、えーと、レンタル率も悪くない、まあ、藤岡さんって方なんですけど、乗り換えなしで19.2二なんで、 まあまあ5回に1回は来るでしょうと。で、これもワンダイクト見てたんですけど、足悪くないんですよ。前後の持っていけるんで。たまたまね、あのー、ライバルに負けてしまったっていう感じで、その、その、弥生ディープインパクトハイの時は、トップナイフを出してやアに、スティエアにちょっとさやれてしまいましたけど、悪くないんですよ。うん。他の馬に負けてない。むしろね、あのー、なんていうかね、シャザーンとかね。 <laughs> タッチウッドとかにもいい競馬してると思うんですよ。だ全然チャンスあるあの対抗馬だと私は思います。で、えー、っとね、次にね、対抗馬となるとしたら、あのー、湘南バシッとな名前がね、若干ふざけてるんですけど、これがね、結構強い。うん。その証拠はまず、あの、川田さんがまあ今回乗らないということで、デムロさんが乗るんですけど、ちょっと今期ね、デムロさん不調ですけど、それでもやっぱ連帯率2割はキープしてます。 で、なおかつ、橋も結構、まあ、名前のバシッと走れますんで、悪くないんですよ。人間先行できますし。で、こいつ、重馬場強いんですよね。で、今回の、まあ、予想的には、まあまあ、馬場は、まあ、とりあえず、量でやってますけど、今回、やや重になると思うんですよ。天候不順にもよるんですけど。っていうことは、あのー、もし、天候不順で、あの、雨が降ったりとかして、まあ、馬場が重くなったら、 逆に、その、先行馬ー、まあ、また、あの、今回の大所と一緒で、ね、先行馬が固まって、差しが優位になってくるような展開が十分見られるんですけど、こいついけるんですよ。それが、押し抜けて。だから、チャンスあるかな。馬力あるんで、いけるんじゃないかなと思ってます。結構ね、穴場まではいかないですけど、これは対抗馬としてありなんじゃないかなと思います。で、まあ、三つ目と言いますか、あのー、ちょっといけそうやなというのは、この、ペラジオオペラ。 ちょっとごめんなさい。まだちょっと決闘まではね、あの、がっつり見れたわけじゃないんですけども、これがね、結構いけんじゃないかなと思ってます。あのー、弱くはない。まあ、でも、欠点はまだ1800までしか走ったことありません。スプリングでね。あのー、何だ、富士テレビスプリング杯でしたかね。それで1位取ってるんで1800まで。まだ、ただね、もし先行でスタミナ抑え気味でいくと、2000まで持つ傾向があるので、で、また最近先行が持ったまま、ちょっとスピード落ちてそのままでいくというパターンが多いんですよね。 でなおかつまあ馬場不良もある,あるとしたら可能性はあると思うんですよねただ欠点はねその横浜武さんから田辺騎手に乗り換えてるんですよねだこれがだからちょっと吉と出るか京と出るか一般的に競馬の世界ではまあその直前の乗り換えで結果を出すってのはよっぽどの騎手じゃない限りあんまりいい結果が出てないのは定説ですよねだからそう考えてくるとまあ 一着はないけど、三着にはなるんじゃないかな、ぐらいな感じですね。ネット会話でね、このペラジオオペラが結構押されてます。はい。あの、競馬ニュース的にも結構押されてます。で、えー、と、次に私がね、今回押したいなと思っているのは、マイネル・ラウレアですね。あのー、まだ確か2レースぐらいしか走ってないんですけど、前回は若くステークスで1位と。で、 さんでレイインタツ25%悪くない日本海人から入りますからね全然悪くないでこの馬の血統がゴードシップなんでハマったら数つのせ性あるんですよゴルシワープと言われてますからねあの今回のこの若くせい見たんですけど終盤までケツなんですよね一番下ビリケツなんですよなのに最後首を振りながら直線に入った瞬間なんかね急に姿勢が変わってねやる気満々だったんですよ そしたら、あれよあれよ抜いて、ケツから1で抜き、抜きす、抜き去ってこれなんで、はい。可能性あるかねないかなと思います。穴はばねは行きません。結構対抗場でありなんじゃないかなと思います。ただし、先ほど言った通り、あの、田さんから、戸崎さんに変わってます。で、なおかつマイナス情報としては、戸崎さんは乗せ替えて、あんまり一発目結果出してない可能、あの、率が高いです。ですから、まあ、せっかくマヨネーラウネーの足を持っても、行かせない可能性はあります。 ただ、3、4、5には入着する可能性があるのでありやとは思います。で、最後の大穴ですね。大穴は、今んとこね、この、なんて言ったらいいですかね。うーん、正直ね、そこまでで終わりであんまないんですよね。ただ、ありエるとしたら、この、ホービスケッツと、えー、っと、シャザンかなうん、が、意外と穴なんじゃないかなと思ってます。 シャザン遅いんですよ。2分3秒8やから。スミデステークスだし。ちょっと遅いかなと思います。ただ、岩田さんが乗ってて、まあずっと乗り続けてて、レンタリ率も27%なんで、3位には来る可能性はあると思いますよ。で、えー、っと、あの、客足も、えー、っと、サシと先行はできません。サシを選んだ場合、前がカチャついてる間に、間を塗ってくるという可能性もありますんでね。12分にあり得ると思います。で、えー、っと、あとはね、あの、ホービスケッツですね。 <laughs> これがね、ちょっとまだ未知数ですね。ただ足だけは速いんですよ。そのフリー、一番一押しのこのフリームファクシュよりも速いんですよ。そこがちょっとね、面白いポイントで。うん、でもスプリング2位なんで、そのペ,ペラジオペラには負けてるんですよ。1800でね。ただ可能性としては穴としては十分可能性あると思います。で、連帯率も22.6%。そんな悪くないです。5回、2回入るんでね。1位はなくても、まあ3位には入ってくる可能性十分ありますんでね。 まあ、あとは、もうちょっとね、決闘絞り込まなあかんのですけども、意外とこのトップナイフとね、あの、フリーエムファクシー、あと先ほど言ったマイネル・ラウレアあたりは面白いんですよ。あと、湘南橋と面白かったかなワンダイレクトと。やっぱしね、競馬ってね、決闘で見るものだと思うんですよ。最後の悩んだ時は。この馬からこういう走りするだろうという。ロマンを背負って走ってくれるっていうのがね、競馬の面白いとこだと思いますんでね。 まあ最後はちょっとその決闘も見ながら、まああの、あと爆乳ですね。次多分も、また木曜日ぐらいに発表されるはずです、はずなんでね。それを見てまた更新していこうと思ってますんで、またちょっと週末まで、あのー、まあ、予想、また再度予想し直しますんで、よろしくお願いします。以上、おにぎり定食でした。バイバイ。